おりょんです。今回の雑学はこちら。なぜ犬猿の仲というのかということです。仲が悪い例えとしてよく犬と猿が挙げられますが、犬と猿が特別仲悪いかというとそうではない。自分と違う動物が突然出会えばお互いに威嚇したりするのは当然と。犬や猿はもともと集団生活で縄張り意識の高い強い動物。普段から人間のそばにいる犬と山の中で暮らす猿の縄張りが重なることはないですけど、人間が犬を連れて山へ行くと猿の縄張りに入ってしまう。それで肉食系の犬と草食頭脳派の猿は激しく反発すると。仲が悪いから喧嘩するんではなくて、知らない相手だから喧嘩するということです。